残だったな。ここまでだ。さあ、思いっきり名古屋を合わせましょう。<laughs> 私は暇じゃない。攻撃って難しいわ。装填する。 よろしくお願いいたします。 食べに行こう私は過去の存在だからそのうち消えるけどそれまでは全力で助けるぞよろしくお願いいたします何でも任せてちょうだい知ってる靴 ロシグナルってやつですか？ソルジャーイ、ソルジャーイーグル、量産型だけど。 いやあたしの時代にはこんなの想像もできなかったな。 歌でも聞きながら行くか。 いつでも準備できてるわ。 レッドフード出撃するぜいつでも準備できてるわ。 ちょうどいいわ実験してみたいことがあったのリロードするでいいかどうしたの怖いの残念だったなここまでださあ思いっきり長いでしょうらせましょうーー私は暇じゃない攻撃って難しいわ

噂には聞いたことがある特殊なラプチャーの触手にやられたニケは真頭が完全に壊れミカ都市伝説のようなものだとばかり思っていたがどうよ都市伝説を目の当たりにした感想はさて今の君のただ目が赤いだけではないのかまあ人によって違うらしいんだよすぐに症状が出る場合もあるしあちょうど情報が届きました VTC からはい。侵食現象も進化しているようですね。初期の侵食は完全発言それと、コードネームウルトラの侵食。どれくらいかかるって完全。VTC で引き続き調査中です。残り1週間とかだ全然笑えません。こういうのはさ、こうやって平気な面してりゃ平気じゃないくせに。<laughs> ま。 余生は静かで幸せに。覚えておこう。ほら隊長。何をすればいいのか。何の計画もなしにと。妙長。私たちは、そこで、君たち妹。妹ああ。実は、隠し子がいてね。はい真に受けないで。次世代のフェアリーテールモデルが完成したそうなの。<laughs> 名称は、シンデレラ。 専用武装のガラスの靴も完成してるし、テストも終わって、私たちはシンデレラと合流し、軌道エレベーターに向かうことになるの。シンデレラの能力は、何か作戦と、もちろん、戦力が増えるのは喜ばしいことですが、チームワークもままならない状態で、重要な作戦に投入するの。それは心配しないで。短期殲滅戦に特化した能力で、それだけやって抜ける予定だから。 航空爆撃や ICBM での支援に匹敵するはず。それほどに。ええ。そう聞いて。三大企業が莫大な資金と技術を投入。ラプチャーを相手に無敗にち、それで、ニケ製造の方向性は量産型と特化モデルの二つ。適合者になれなかった。自我が強く固有の能力を発現できる。 莫大な資金と技術が投入されて本来の計画だったらすぐにシンデレラみたいな第二世代私たちはその中で最強そうだなもちろん単純なスペックだけならあなた達た私より強いかもお姉ちゃんより強い人はいませんよスノー随分お姉ちゃんびいきだなだって本当の戦いはスペックだけで決まるんじゃねえぞ その通りね。フェアリーテールモで君たちをも上回る。ならば、まず君たちと手慣らし。話のついでだが、君たちとは真剣に戦った。グレン、身内で戦うつもりなら、リーダーである私に話を通す。ふん<う>。では、作戦ブリーフィングは質問がある人。新食手当とか出ねえのレッド風。いや、冗談だって冗談。そんな目で見るなよ。うん 質問はないようです。では解散する。早朝から動く予定だ。お先に失礼。うん、励ましてあげて。うん、友達として話を聞いてあげてってこと。うん、いいから。わかった。 どこまで私を追い詰めてくれるかしら。いや、一番いい。リロードするわ。ど<う>残念だけど。早く、えー、終わらせましょう。私は暇じゃない。攻撃って難しいわ。うん、ほら。 で、本当に体にいいのよ。だから戦闘は嫌いだって言ったのよ。 金はこうやって強くなれんのか便利だな単独任務を終了し合流します 戦闘シークエンス実施もう少し戦い,い敵の視線をこちらに誘導します全力で 暇じゃないの <laughs> ちょっと物足りなかったけど、楽しかったわどうしてそんなにしょげてビビっちまったかレッドフード 侵食されてること、うん、なんでだよだからそれやすの、うん、死ぬ今はおいおいおチビちゃん目と声がちょっと変にそれが死ぬってことじゃどうしてそうなるそれでも生きてるだろ記憶がなくなったら秘密を一つ教えてやる秘密誰かが覚えていそいつの胸それ <laughs> <し>私は今心配性だねどうしてまだ起きても,もしかしたら私がしほら完全に発言するまで時間がかかるってだけじゃないですか